こんにちは。手で芸をするコミーです。早速去年の編みかけをちょっと探ってまして、たらこれがね、これ確かね、最近どなたかに聞かれた気がします、あの編みかけはみたいな感じで、パンドラハウスさんのカゴ盛りでゲットしたこの純毛極太を2玉ずつこれゲットしてるんですけど、腹巻き帽子のなんて言うんでしょう、パート2、なんか素敵にハンドメイドに載っていた編み方、もう一つの載っていた方だと思います、これで、編み始めて、まあ途中だったというやつなんですけど、去年も確かね、そう思った気がするんですけど、これウール100なんですよね。これってチクチクするんですかね。私手で触ってもちょっとよくわかんないんだけど、腹巻き帽子だから、まあ帽子もしくはスヌードみたいな感じですよね。そうするとチクチクするんだろうかね。K100 だとしますよね。で、確か去年も思った気がするんだけど、まあ編んでみたみたいな感じだったような気がして、さっきね、まあでもいいや、とりあえず形にしてみようかなという感じです。腹巻き帽子1個オパールで編んだやつ持っていますけど、すごいやっぱり私には対策すぎたというかね、編み終わらないかもしれない、挫折するかもしれないみたいな感じで戦いだったんですよ。まあ出来上がってみてすごく重宝して、ああこれはみんな編むのは分かるなってすごい思ったんですけど、まあそんな印象がとても強いもので、あ、やっぱもう一枚編もうというふうにはなかなかならないですけどね。これは太い糸ということもあって、編んだということがあります。そして全部メリヤスじゃないというとこもね、飽きないじゃないかということなんですよ。そうだとしたらぽっちゃりくんだったらいけんじゃないのかとかね。まあそんなことも思わなくはないんですけど、まあわかりません、腹巻き帽子はもしかしたら編んじゃうかもしれないという気持ちもちょっとあって、まあ、自分でもう編みたいってなったら止められないし、わかんないですけど、重宝なのは重宝なんです。だからもう一枚あっても全然使うなとは思ってるんです。で、色を変えればもう、まあ全然違うものになるからね、と思っているところです。はい。で、こういうふうにその編み方を変えればっていうのはありますよね。今かぎ針編みが動画では多いのかしらね。三角ショール、グラニースクエアね、かぎが多いような感じがありますよね、動画では。まあでもね、棒編みもやりたいと思っているんですよ、実は。編み直したやつたくさんほどいて、編み直したスヌードは棒編みですよね。そして細めの糸なのでね、ほんとちょっとずつ編み進む感じで、で、ツイッターとか、インスタとかで見かけたことがある、メリヤスだけの素敵なショール、まあ、あれにね結構心を奪われておりまして、もうでもね、もう見るからに
それ編めるわけないでしょみたいな、まあ、そういう感じなわけですよ、うん、でもちろん自分でもそう思ってますよ。だけどやっぱり素敵ですよね。で多分ね、その目が揃っていないとすごく目立つようなものですよね。そういうのに挑戦したいという気持ちとかもすごいあったりして、でね、そうなんです、今までもそうなんですけど、そんなの絶対編み終わるわけないじゃんっていうものでも気持ちがぐわーっと盛り上がると、いや平気平気っていう風な、なんかね、気持ちがでかくなっちゃうっていうのはありがちなんですね。もうだから怖いわーと思って、いつ始めちゃうんだかみたいな、まあ勢い、大体が勢いなのでもう始めちゃってたりするんですよねあって思うと、だからもうね、止められないのは分かっているからもうしょうがないんですけど、まあそういうものにも、それはもう鍵じゃなくて棒編みでちまちま編む感じのやつね、そういうのとかにもすごく惹かれているです。だからちょっとこれも、あ、これはもうすぐ終わっちゃうんじゃないみたいな感じでちゃちゃってやっちゃおうみたいな感じでやりました。まあちゃちゃっとなんていかないんですけどねで去年編みたかったけどうまく編めなかったやつとかの編みかけが出てきたりとかして、あーこれもやりたいっていうのとか、本当にね、もう何本か手が欲しい感じがあります。はい、はい、じゃあちょっとこの辺で飲み物に行きましょう。今日の蓋付きマグカップ、ちょっと今日は飲みたいのがあってこっちにしました。はい、サワードリンク、これ熱いお湯ではなくてちょっとぬるめにしてみました。怖かったので飲んでみますしーん、いけます、全然いけます。ただあのお酢がやっぱりツーンってくるので、薄くした方がいいかなって感じですね。極力薄めで作った方がいい気がする。ツーンってくる、うん、でもだからありですね、あの温かいホットでも、うん、まあ冷たい方が美味しいっちゃ美味しいですけどね。やっぱり夏の飲み物かもしれませんね、サワードリンク。そのさっぱり感みたいなところ、まあでもお酢は体にいいって言われていて、女優さんとか何でも酢をかける方がいらっしゃるとか、そういうテレビで見たことあります。酢を持ち歩いていて、何か食べる時には酢、お酢を振りかけて食べてるみたいな見たことあるので、まあね、あのさっぱり美味しいのは夏だけど、冬でもお酢をこう取り入れていくっていうのは、うん、いいことかもしれません。そう、次ね、いちごのやつ飲み終わったら次なんかやってみようかなと思ってるんだけど、あの結局飲むのがね、この動画のコールドカップとかの時なんですよ。だからね、そんなにガブガブ減っていかないんです。だからまだ、まあ、容器は空いてるんですけどね、うん、で、しばらくハマった、甘酢で漬けるピクルス、すごく食べました。私だけですけど、漬けておいたらね、すぐ食べれるし、野菜が取れていいなって思ってたんですけど、まあまあやっぱりね、続けると飽きますよね、そればっか食べてたから。で、むくママさんの動画で、その料理の画像じゃないけど、編み物しながらね、レシピ教えてくれるっていうので知った、あのコールスローにできるって教えてもらって、ああほんとそうじゃんと思ってね、でやったんですよ。キャベツ刻んどいて、甘酢につけといて、
で、それをまあマヨネーズとかスパイスとか入れてってみたいな。あれはすごいお手軽でした。あの、自分でコールスローを作るとなんかね、味が毎回違くて、ちょっとあれっていう感じになっちゃうこととかがあったりとかして、あとだから配合を間違えるとちょっと残念な味になるから、まあ毎回レシピ調べてちゃんと測って入れてみたいなことをやってると、それはそれでまためんどくさくて、でもね、甘酢はそのまま使えるからすごい楽ちんで、味がぶれないし、わあこれはいいこと教えてもらったと思って、重宝ですはいね、マヨネーズとかかけなくてもその甘酢だけでも食べれるから、ちょっと味変えるとまた飽きなかったりとかしますよね。うん、素晴らしい、本当に主婦の知恵というんでしょうか。だからクックパッドもそうなんでしょうけどね、お料理研究家の方じゃなくても主婦の方の知恵みたいなものがすごく簡単にお手軽にできるみたいなレシピってすごいありがたいですね。うん、そうだからクックパッドってすごいすごいですよねもう最近はそんなに一生懸命料理はしてないから、自分でできるやつしかやってないけど、本当にクックパッドはよく使いました。もちろんちゃんと難しいこうたくさんの工程を得て完成させる料理っていうのもあるけど、簡単にっていうね、できるのは本当に主婦の味方みたいなね感じがします。で、主婦の人が実際に自分でやってやりやすいものを見つけてっていう結果のものだから、本当に主婦向きというかね、普段向きっていうんでしょうかね、うん、すごいですよありがたい。これなんか何段にしようとか数えたかどうかも忘れちゃった。こうピンクとアイボリーを交互にしましまにしようと思った気がするんですけど、何段とか数えたのかな、ちょっとそこら辺が覚えてない、数えてない可能性もある。はい、という感じで、これどうすんのかな、ちょっとわかんないけど、いやでもね、このそう太いから早く終わるだろうっていうのと、あとこのメリヤスだけじゃない、メリヤス編みじゃなくてこの裏編みも入ってくるっていう、このちょっと模様編みっぽいところ、ゴム編みっていうのかなっていうので、一個編んでみたいから、まあとりあえずこれは編み終わりたいと思います。はい、ということで出してきました、去年の編みかけ。はい、これからちょっともうちょっと出していきたいと思います。はいということで、今日は去年の編みかけ、腹巻き帽子太い糸編の、続きを編みました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。